ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回は5月17日の更新情報ということでですね、まあ新イベントの開始やらですね、新英傑の、まあ、登場とかですね、あともう一つはですね、まあ、神技石、浮遊石関連のですね、修正、これ修正なのかな、不具合だったものを、いや実はこっちが修正だったよみたいな、まあちょっとそれもそういうなんかいろいろ説明書いておりましたので、今回はそちらの方を紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずは更新情報から見ていきたいと思います。イベントキャンペーン20周年大富くじを開始しました。まあ毎年最近あってますね。開催期間の方が6月7日水曜日、メンテナンス開始までと。商品交換期間の方がですね、6月14日水曜日、メンテナンス開始までということでですね、詳細はこちらということでちょっと見ていきたいと思います。まあ、左上に20周年のロゴマークが入ってですね、20周年大富くじ、5月17日から6月7日と書いてるんですけど、今回一等はですね、選べる等級4英傑20人でございます。去年が10人ですごいな言ってたんですけど、今年は20キャラ選べるということでですね、まあさすがにですね、まあ20キャラ選べたらですね、まあ、限界突破4の英傑がですね、まあ、4体は作れるということになりますので、まあ、知力の高い家臣を作りたい場合はですね、もう黒田官兵衛を貫突して竹中半兵衛を貫突してとかですね、まあ、知力重視の英傑を取ればですね、まあ知力6000とか7000とか、そういった家臣作れるんじゃないかなと。またあの腕力重視のですね、英傑を取ればですね、まあ、宝蔵院陰影とかですね、まあ腕力の高い英傑を取ればですね、腕力の高い家臣も6000、7000、8000がキャップなんでね、8000はちょっと厳しいかもしれないですけど、まあそれぐらいのは作れるんじゃないかなと、結構夢のあるですね、富くじとなっております。そして他に当たる、まあ商品がですね、まあ一等の組違いでもですね、まあ36本ですよね、まあ、あの選べる召喚数5個とかですね、うん、まあ2等であればですね、新春不要石箱10個ですね、これ不要石10個もいいですね。ただまああの生命300の125のステータスになりますので、まあちょっと今の最新のやつよりは見劣りするんですけど、まあまだまだ全然現役で使えると思いますし、まあ3等がですね、まあ選べる召喚数が3個とかですね、まあ4等は何なんですかね、まあ4等結構外れかな、まあ結構まあまあまあ使えるものは結構あると思うんですけど、質より量っていう感じですね。で5等はですね、まあ選べる召喚数が、まあ、2個でも嬉しいですよね、これ200本なんで、まあなくはないかなとは思いますけど、6等以下がこちらですね、まあ6等もまだ500本なんで、まあ6等以上当たればおーってなりますよね。まあ商品の方があの珍しい見た目装備ですね。そして7等からは結構当たります。まあ商品の方がですね、等級4召喚数長2個ということになりますので、まあ必ず、まあ、金枠が2体取れるっていうやつですね。まあ結構金枠でも外れますからね、まあ2個なのでこれが4万本ですか、結構当たると思いますので、まあ運がいい方はですね、当たりの竹中半兵衛出たりとかですね、黒田官兵衛出たりとかすると思いますので、これもいいんじゃないかなと思います。そして8等はですね、まあここからまあ大体当たるとは思うんですけど、まあ普通にランダムで出る英傑召喚数ですね、こちらはもう 12% で金枠が出るやつのやつですね、300コインかなんかでできるやつのやつですね、うん、まあなかなかいいんじゃないかなと。まあ9等はまあ、 あの両国金とか、銅線とか、まあ、体力薬徳とかですね、あここで無限の功績帳3が6個ということで、英傑の信頼度ポイントも取れるって感じですね。そして10等がですね、まあ何がいいかな、まあおやつとか漢方薬とかありますけど、ここでもまあ無限の召喚数ですね、こちらにありますので、まあ、初心者さんとか祈願者さんでですね、まだ無限 の, あの大名が出るのも明智光秀とかしか出ない方のやつですね、まあ、明智光秀まだ貫突されてない方とかですね、まあ、全体しびれの才蔵を持ってない方はですね、これ1回買うと多分100個ぐらい当たるんじゃないですかね、10個ぐらい当たりそうなんで、
うん、まあここでですね、まあ限界突破していった方がいいんじゃないかなという形でございます。そして特別賞ですね、こちら10本しか当たらないのでほぼ当たらないと思いますけど、こちら見た目装備ですね、まあ、戦闘スーツ箱とかエヴァンゲリオンのアスカみたいな感じのやつですかね、なかなか持ってる人少ないんじゃないかなってやつですね。そして参加賞が桜子のおむすびがもらえるという形でございますので、ただですね、1週間で最大ですね200口、まあ、多分20万缶分買えるんですけど、20万缶きついかもしれないですね。今秘宝で20万缶毎週取れないんでですね、まあ紫水晶も今20万缶じゃ売れないんでですね、なかなか缶、まあ初心者さん下山者さんにとってはですね、20万缶って結構な大金とは思いますけど、まあそれに似合うだけのですね商品ありますので、まあ8等9等10等でもですね、なかなかそれに似合う、まあ、ポイント入ったりとかしますので、まあ缶に余裕ある方はですね、まあ、必ず、まあ、買っておいた方がいいんじゃないかなとドキンはおすすめしたいと思うんですけど、まあ3週間あるんでですね、60万缶ですか。なおかつ1アカウント3キャラ買う場合はですね、180万缶かかってしまいますので、ちょっと缶稼ぎもですねちょっとしておかないといけないんじゃないかなと思いますけど、ちょっと高いかなっていうのはあるんですけどね、まあ、ここはですね、あとは皆様のご判断という形でございます。ということでですね、20周年大富くじのイベントキャンペーンの詳細は以上でございます。続きまして、機能追加、機能変更ということで新たな英傑を追加しました。詳細はこちらということで、まさかの毛利家ピックアップガチャでしたね。ちょっと見ていきたいと思います。新英傑は3体出てるんですけど、まず1人目がですね、毛利元就ですね。コスト8の金枠、陰陽師の戦論になります。まあ大体光栄さんはですね、毛利元就やたら性能強かったりするんですけど、今回もかなり強いんじゃないかなと思います。まあステータスの方がまず生命が 35,338、 これ信頼度レベル20の状態なんですけど、まあまあ高いですね。で、他のステータスに関しましては、もう知力と風属性がぶっちぎって高いんじゃないかなと思います。知力に関しましては全英傑第2位となっております。そして風属性はですね、全英傑の中から第1位となっておりますので、まあ知力と風属性が高いという形でございます。そして過信鍛錬育成技能の方がですね、2つですね、こちらもいいですね。知力上昇率レベル5とですね、知力上昇レベル2という形になっておりますので、もう知力の高い過信を作りたい場合はですね、まあ是が非ともですね4凸にしてほしいなという形でございますね。まあ、黒田官兵衛と同じような形ですね。まあ、知力の家臣育成にはですね、かなり使えると思います。そして気になる固有技能の方がですね、100万一心の計りごとということで、内容の方がですね、敵全体に風属性術攻撃を行い、状態レベル2の土風属性呪詛、標的固定耐性低下、生命継続現象を付加、陣営の敷玉を1つ追加ということで、もうとってもたくさんいろいろありますね。まずはまあ今流行りの全体術で攻撃をしつつ、まあレベル2ってデカ三角ですね、それの黄色と緑をつけつつ、敵全体が釣られやすくなる状態もつけて、まあ継続ダメージ、毒ダメージにさせて、なおかつ自陣への敷玉をですね1つ増やせるという、もうとっても素晴らしい技能ですね。そしてもうまあ情報出てると思うんですけど、まあダメージの方がですね、まあ全体にですね信頼度レベル10の状態であればですね、まあ16,600ぐらいと、で信頼度レベル20まで上げるとですね、まあ全体に23,500ぐらい出せるということなので、まあ能楽さんの獅子があればこれかける 1.3 倍はすぐダメージ出せるとは思います。もちろん戦闘開始後ですね、黄色三角をつけるとダメージも伸びると思いますので、で伸び率がどうも5ぐらいということだったので、まあ結構ダメージ出せるんじゃないかなと思います。ただまあ単体に大ダメージっていうのがないので、まあ、小松姫とか竹中半兵衛のようにですね1体だけ何十万とかは出せないと思いますけど、まあ、全体に関しましてはですね、まあ、小松姫とか竹中よりはダメージ出せるんじゃないかなと思います。
そしてもう一つびっくりしたのがですね、開幕のウェイトですね、車係の陣、まあ、緑三角があればですね、ウェイト1で発射できます。これがですね、過信条欄においてですね、かなりあの環境破壊なんですよね。まあもちろん強いのは強いんですけど、もうウェイト1でですね、まあ、レベル2の、まあ、黄色三角と緑三角がつけれるということになりますので、まあ、現状の過信条欄はですね、今はまあウェイト1で黒田官兵衛で、うん、黄色三角つけて、その後小松姫、竹中半兵衛、武田信玄でボガーンってなって、もうすぐ溶けちゃうみたいな、まあ、黄色三角をつけられるとかなりダメージ出されますので、まあ、すぐ溶けちゃうっていう話がですね、この毛利元就がいればですね、まあ、ウェイト1でもうレベル2のデカ三角なんでですね、まあ、黒田官兵衛のまあ場所が後ろであろうが前であろうがですね、まあ、あのデカ黄色三角は上に上げれないんでですね、あのその後の小松、まあ、ウェイト2で来る小松姫、竹中半兵衛、武田信玄とかいう術のダメージをですね、抑えれることができるというかなり優れものとなっております。なのでまあ過信条欄に出てもすぐ溶かされるとかいう方がいらっしゃったらですね、まあ、運よくこの毛利元就をゲットされたらですね、まあ、過信条欄に入れておくとですね、かなり勝率上がるんじゃないかなと。ただ相手の方も毛利元就を持っていたらですね、まあ、こちらの術ダメージが出せなくなりますので、なんかすごい戦いになりそうなんですけど、なんかちょっと物理攻撃がちょっと日が当たる感じになるんじゃないかなと思います。ということで毛利元就の紹介は以上でございます。そして2体目がですね、吉川元春ですね。コスト7の金枠、層の総兵になります。そして心霊度レベル20の状態でですね、まあ、生命が 35,606、 気合が 16,698 ということで、まあ、生命はまあ多いですよね、まあ、少なくはないと思います。そしてですね、まあ、ステータスに関しましてはですね、結構高いんですよね、全てにおいて高いですよね。腕力と魅力が高くて、耐久も高くて、器用 も微妙に高いですよね。で、知力もそこそこ高いんでですね、ステータスにおいてはですね、かなり高い英傑となっております。そして過信トレン育成技能の方が2つですね、腕力上昇率レベル5とですね、魅力上昇率レベル2ということになりますので、腕力の高い家臣を作りたい場合とかですね、まあ、絆用家臣でですね、キャラクターの腕力を上げたい場合もですね、腕力と魅力になりますので、まあ、家臣討練でも結構使えるんじゃないかなと思います、腕力の方にはですね。そして気になる固有技能の方がですね、三子教訓の勇ということで、内容の方がですね、敵単体に近接攻撃を行う、対象の生命力が 50% 以上の場合威力上昇、味方全体の生命力を回復し、自身に気合ダメージを受けた時に追加行動を行う状態を付与ということになりますので、初めてのパターン来ましたね、追加行動です。まあ、あの内容的にはですね、敵単体に攻撃して敵の生命が 50% 以上であれば大ダメージが出せて、まあ、敵の生命が 50% 切るとですね、まあ、ダメージが半減するっていうのがあるんですけど、プラスですね、全体回復ができると、プラス、まあ、追加行動のマークがついて、まあ、自身が、まあ、気合ダメージを食らった時にですね、追加行動を行うということなんですけど、詳細につきましてはですね、まあ、ダメージの方がですね、信頼度レベル10の状態で、まあ、単体に11万2000前後ぐらいと、ただあの敵の生命が 50% 切れば半減になると、プラスですね、全体回復が4000ついております、プラス、まあ、追加行動のマークがついて2回ですね行動、まあ、内容の方がですね、自身が気合ダメージを食らうとですね、味方全体に生命4200前後回復して、気合も3000回復します。これ結構すごいですよね。そして開幕のウェイトがですね、緑三角があれば、まあ、ウェイト3ということになりますので、まあ、こちらもですね、過信条欄で、まあ、今あの天の森弥平からの織田信長天下無限かな、まあ、気合ハメみたいなものをですね、まあ、なんか回避できるかもしれないですね。雨の森弥平で気合ダメージを食らって、その後信長で気合 80% 削られるというのがですね、雨の森弥平の気合ダメージを食らった時に気合も3000回復できますので、でもまあ次 80% 食らうからな、
まあ、キッカーもたる一体だけだと耐えれないかもしれないですけど、まあ、そういったあの要素があります。まあ、小遊戯の時代はですね、まあ、総兵になりますので開幕から赤三角ありますので、まあ、ダメージも結構出せると思いますし、まあ、どうしてもまあ単体になりますんで、あと総兵で守護も出されますので、まあ、釣られたりとかもあると思いますので、まあ前田利家と同じような感じですね。プラスまあ全体回復もついたよみたいな感じで、まあいたらまあまあ悪くはないですよね。悪くはないけど、まあそう使うかって言われたらうーんっていう感じだと思います。あとはまあ開幕のウエイトが3なので、まあ固有技能を使う前にですね、まあ新喜劇とかでしびれさせられちゃったらどうなるんだろうっていう話になるので、まあウエイト3っていうのもまあちょっと微妙かなという感じでございます。そしてラスト1体がですね、小早川高影コスト7の金枠、陰陽師の陰陽道になります。心霊度レベル20の状態でですね、生命が 33,735、 気合が 17,425 ということで、まあ陰陽師になりますので生命 33,000 ぐらい、まあ普通ぐらいですね。他のステータスに関しましては、まあ、耐久、魅力、まあ、土属性、風属性がやや高いかなという形で、あとはまあ知力と水属性と火属性がかなり高い数値となっております。なのでまあ絆を結ぶ場合はですね、まあ、知力か水属性か火属性で結ぶといいんじゃないかなと思います。そして過信鍛錬育成技能の方がですね、2つですね、知力上昇ですね、レベル5と知力修練志向レベル2ということになりますので、もうこちらも知力知力ですね。まあ知力修練志向の方はですね、まあ出やすくなるって、選ばれやすくなるっていうだけなんですけど、まあなんといっても知力上昇レベル5がまあかなり強いんでですね、まあ知力の高い家臣を作る場合はですね、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。これ毛利元就、小早川高影、まあ黒田官兵衛とかその辺するとかなり知力高いの作れそうですね。そして気になる固有技能の方がですね、三死教訓の地ということでですね、内容が敵単体と敵全体に水属性術攻撃を行い、状態レベル2の、まあ、青三角赤三角の呪詛を与える、また自身に気合ダメージを受けた時に追加行動を行う状態を付与ということで、こちらもですね、吉川と同じように追加行動来ております。そして術ダメージの方もですね、もう最近流行りの敵単体と敵全体に術攻撃ということなので、まあ、小松姫、竹中半兵衛、武田信玄野望のような形でですね、かなり強いんじゃないかなと、まあ、ちょっと思ってたんですけど、ちょっと内容詳細見ていきたいと思います。まずダメージの方がですね、まあ、信頼度レベル10の状態で、まあ、単体に6万、あと全体に2万5000のダメージが与えれるということで、これ破格に強いです。このダメージ見た時にこれやばいんじゃないかなと思いましたね。プラス追加コードが2回ですね。そして開幕のウエイトは緑三角でウエイト2ということです。そして追加コードなんですけど、まあ自身が気合ダメージを食らった時にですね、まあ、生命2500と、まあ、2600、まあ、2500前後と、まあ、気合3000回復できるというのもついてると。ただですね、まあ、これまあどうですかね、小松姫ぐらいだとまあ単体にまあ5万6万5万ちょっと4万、まあ、5万ぐらいで、全体も1万4、5000ぐらいなんで、これ破格に強いんですよ。ただまあ戦闘開始後黄色三角をつけた時にちょっとやっぱ伸び率を抑えられてたんですよね。まあ黄色三角、まあ、知力を1につき、まあ、小松姫、竹中半兵衛、武田信玄野望であればですね、まあ、5ずつ伸びてたんですけど、この小早川高影はですね、まあ、ダメージ伸び率がですね、単体に関しては、まあ、全体が2万5000なので単体は3万5000という形の計算にすると、まあ、3万5000の分に対しては、まあ、伸び率5あるんですけど、全体の方の2万5000はですね、まあ、知力1につき3しか伸びないという形になりますので、まあ、結果ですね、まあ、黄色三角キャップまで、まあ、3回まで、まあ黄色三角を重ねて最大ダメージを見た時はですね、まあ小松姫、竹中半兵衛、武田信玄野望よりはダメが出なくなるという形でございました。
ただですね、素のダメージが強いので、まあ、過信上乱の話になるとですね、今回出た毛利元就でもう黄色三角が下げられますので、まあ、下げられた状態で、まあ、どちらを使うかってなったら小早川の方がもちろんダメージ出ますよね。素が強いんでですね、プラス追加コードがついていますので、まあ、先ほどの吉川元春とこの小早川高影を入れておくとですね、全体気合ダメージ、まあ、雨の森弥平とか、織田信長ですね、それを食らった時にですね、2人が行動すればですね、それだけで気合3000と6000回復できますので、そうなるとさすがに、まあ、その後の織田信長の天下無限食らっても全体しびれは防げるんじゃないかなみたいな、まあ、ワンチャンあるかなみたいな感じなんですけど、まあ、追加行動がありますので、過信上乱で黄色三角がつけれない状態のことも考えるとですね、まあ、小早川高影素のダメージは強いので、まあ、強いんじゃないかなと。あとはですね、まあ、もう本当小松姫とか竹中半兵衛とか竹名信玄野望を持っておられない方にとってはですね、もう大ダメージ出せますので、当たりの分類に入るんじゃないかなと思います。ただまあもう小松持ってて武田信玄持ってて竹中半兵持ってて、まあ、結果最大ダメージが、まあ、弱いってなれば、まあ、無理して取る必要もないかなと。まあ、過信上乱でその気合、まあ、追加コードがちょっと面白そうなんでですね、まあありかなとかいう感じもありますけど、まあもう本当微妙なんですよね。あ、これがね、まあ、判断難しいけど、まあ、ドキ的にはちょっと残念というか、まあ、ちょっと微妙になりましたね。以上がですね、毛利ピックアップガチャの新英傑3体の紹介でございました。続きまして不具合修正ですね。ちょっと動画時間が20分超えましたので、ちょっとスピーディーに行きたいと思うんですけど、鬼神石について効果発揮されてなかったらしいですね、こういったのは修正したという形でございます。そしてその他ですね、こちらの物の不討伐録においての不具合ですね、ちょっとあの札のもらえる数が違ってたらしいので、こちらの方は補填したと。そしてこれに伴いですね、物の不討伐録1週間伸びたという形でございます。まあこちらはですね、今週富くじだけだとすることないんでですね、まあ暇つぶしに1週間伸びてよかったんじゃないかなと思います。そして、まあ天下情勢において岩光を真田家の領土に修正しましたという形でございます。以上がですね、今週の更新情報のですね、紹介でございました。そしてあのもう一つですね、まあ、重要な、まあ、修正かな、まあ、不具合だったのかなっていうですね、まあ、神議席と不要席に関してもですね、ちょっとお話ししたかったんですけど、動画時間がもう20分超えておりますので、その話はですね、次回にさせていただきたいなと思います。この動画がですね、少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキン。